哈哈，<laughs> 兄弟一二三四五，兄弟个十百千万，哈哈，哎呀，兄弟相逢三碗酒，兄弟论道两杯茶。兄弟投缘四海景，兄弟交心乌茶话。

荒场里无限光华，兄弟情谊没有死的久，兄弟情谊没有长大。家，墩墩。 直角もないくせに俺様に意見するとは。ふん、辺の長さも揃っていないくせに。両者の言い争いは次第に激しさを増し、ついにはお互いの軍を動かす事態にまで発展した。その時、これこれ、同じ平行四辺形の仲間同士、仲間割れはいけません。ここは一つ。 皆さんの意見を参考にもう少し細かく仲間分けをしてみてはどうでしょう長方さん確かにあなたたちには直角があり立派ですねおお<う>石形さんあなたたちはすべて同じ辺の長さでとても美しい形をしていらっしゃるふ <laughs> 当然です直角の数と四つの辺の長さで仲間分けをしてみてはどうでしょうあんたがそういうなら。 仕方ありませんねこうして平行四辺形村の中をさらに直角の数と4つの辺の長さで仲間分けすることになった。これによって平行四辺形の中でも辺の長さが2種類あり直角がないものはそのまま平行四辺形4つの角がすべて直角のものを長方形4つの辺が 全て同じ長さのものをひし形と呼ぶことになったその時いつも静かに話を聞いていた穏やかな人物にみんなの注目が集まったおい俺たち長方形と私たちひし形の両方の特徴を持っているものがいる4つの角がすべて直角で4本の辺がすべて同じ長さなのになんであんたは自慢しないんだ 俺たちが言い争ってた時も近くにいたよな私はただ皆が幸せに暮らせる世の中になってほしいだけだ長方形も菱形も私も平行四辺形そして台形さんやその他の皆さんも合わせて四角形同じ四角形同士仲良く暮らしていこうじゃないですかなんと素晴らしいまさに平行四辺形の中の平行四辺形いや四角形の中の四角形あなたをぜひ 正方形と名付け、我々の王になっていただきたい。へへ、あんたが王なら文句ねえや。私も賛成です。こうして、平行四辺形のうち、四つの角がすべて直角の長方形と、四つの辺がすべて同じ長さのひし形、その両方の特徴を持った四角形を正方形と呼び、四角国の王にした。これが、 四角史上最大の変革であるこうして正方形を王とした四角国はみんなで力を合わせ他の国と争うこともなく今もなお続く大きな国へと成長したワンスワンスワ,ワンワンス